女もん。いやもうだから高校以降は使ってないコース一度。130ぐらいだったら全然 FPS できるわ。分からんけど、接敵してから考える。接敵したらもしかしたら無理っていうかもしれない。シュラウドマスクだ。人に盗まれるの腹立つからな、持ち帰っとく。高いんだっけ、なんかの交換で使うよなこれ。プレイヤーだ。俺の音聞いて逃げてった。この距離で死ぬでしょうか。なんかさ、営業やってたりなんかそういう美容室的な接客とかしてない限り大人になって香水つける機会ってなくね。あるか。俺全くないな。
プレイヤーかと思ったわ。東京だとね、電車乗ったりすると匂い混ざる。ちょっと待って待って待って。いや。何？え？嘘でしょ？何をしてる？東京で電車乗ってるとさ、なんかその香水つけられた時の迷惑さを知ってるからさ。あー、俺そうだ、乗り物とか酔わないっていう話してたじゃん。俺匂い、俺匂いで酔うかも。俺6アーマーつけてるこの人。え、嘘やん。ボス買ってんだけど。え、ゴリラマスクつけてる。マジで。38レベル。今人が階段上がってった。こいつになるわ。やばいやばいやばい。ちょ、めっちゃドキドキする、めっちゃドキドキする。川上こいつになる。お前こいつだよなと言われるも、ちょっとなんか下あるんだけど。ちょっとラグ怖いから早めに行こう。 あれかこいつがグレネード投げて筋トレしてたんか、拾いきれない分。この人は人だな。なんかうまそうだけど、まあいいや、しゃあねえわ。ナイスー、ジジイ。ていうかさ、こいつゴリラヘルメットかぶってて、うわ、俺腰でこれ頭腐らせてんだ。英文悪くてよかったな。俺20発撃って35発当たってるわ。ショットガン最強。
チンチン打ちまくったら男は死ぬんだよ。チンコメタ。MK47 って何これ。うわ、しかもなんかおしゃれなカスタムやな。何これ。ちょっと使ってみたい。使おう。 BP だったな。7ミリの。あ、やば。何これ、チートじゃん。まあ、HK とか M4 とかフル活用したらこんな感じだし、それに近い。7ミリの弾でそれができると。